はい、どうも、ソイジマックスでございます。ちょっとガチャをね、久々にやってきました。マツダ名車コレクション。まあ、車ものは好きなんですけども、マツダといえばもうファンなんで、やってしまいと。しかも、コスモスポーツ。コスモスポーツのミニカーめちゃ欲しい。というわけで、久々に回してきて、まあ、目当てのコスモスポーツが出まして、よしと、よかった、2階で出たって、ほっとしながら、帰ってきました。こちらです。じゃあまあこのね、もう見た目 RX7 からこちらから行きたいと思います。400円ってでもちょっと高いな。300円だったらな。ほい、これラインナップだな。あ、黄色とかオレンジのコスモスポーツもあるんだね。よっ、トミカより一回り小さいかな。でもちょっとマフラーちゃんと塗ってあるね。これはこれミラーか。ミラーはつけろっていうことですね。ちょっとつけましょうか。なるほど、ちっちゃいなパーツが。ここに入れろってことよね。差し込んだらつくようになってます。入れて差し込んだ。あ、でもちょっとこう接着剤欲しくなるな。あ、やっぱ取れるな。はい、ついたね。いいホイール履いてんな。一応タイヤのゴムはもう別パーツになってる。ドレッドは入ってないけど。コスモスポーツね。コスモスポーツ、やっぱ白いいな。コスモスポーツはやっぱ白が結構映えるね。このフォルムですよ。すごいな、すごいな。こんな車作ってたんだ。あ、一応ここもほら、リアもマツダとしっかり書いてある。エンブレムもちゃんと色塗ってありますね。窓枠もちゃんとピラーもね、別塗装されてるのもいい。このホイールの色もいい。これエンジン開くの？開くの？ああ、落としちゃいや。ああ、いた。エンジンルーム開く。ロータリーエンジンが見えます。ていうかやっぱボンネットこっちから開くんだね。まあ、車体下もそれなりにモールドがあって、マフラーも色が変わってます。これもまたなんかミラーはつけてね、なんてつけます。そっか、これはフェンダーミラーか。わあ、こんなフェンダーミラーもこの辺にあるんだね。やっぱプラモっていうか、まあ、こういうのを作るといろいろこう気がつかないところ気がつく。もちろんね、実車を見たらまた別の発見がね絶対あるんでしょうけどもね。素敵ですねこの2台ね、ちょっと新旧というか、まあ、時代が違うロータリーエンジン搭載車 RX7 とコスモスポーツ。